CSAT CSAT はアメリカ航空宇宙局が打ち上げた最初に軌道上から海洋観測を目的として設計され合成海港レーダーが搭載された人工衛星である。任務は全地球規模での海洋学上の事象の観測と衛星による海洋観測の運用におけるノウハウの収集が目的だった。観測項目は海洋表面の風や海面温度、波高、 内部波、水蒸気、海氷、海洋断面等だけにわたる。CSAT は NASA のジェット推進研究所によって管理され、1978年6月28日に高度 800km 軌道傾斜角108度の禁煙軌道に打ち上げられた。CSAT は電気系統が短絡したため、1978年10月10日までの105日間運用された。 CSAT は海洋面から最大の情報を集めるために5台の主要な観測機器を搭載していた。海表面からの衛星の高度を計測するためのレーダー高度計風速と風向を測定するためのマイクロ波散乱警戒表面の海水温を計測するための複数のチャンネルのマイクロ波放射、計雲、地面、水の特徴を識別するための可視光と赤外線。 放射系全地表の波と極域の海標の状態を観測するための L バンド HH ポーラリゼーション固定角度の合成回光レーダー CSAT の稼働期間は短期間だったが成果は後の衛星観測に活用された。合成回光レーダーは後にスペースシャトルに搭載され、高度系はトピックス、ポセイドンに搭載され、マイクロ波散乱系はクイックスキャットやジェイソン1に搭載された。 ありがとうございます。